エレミア書第21章。主からエレミアにあった御言葉。ゼデキア王はマルキアの子パシュフルとマーセアの子サイシュゼパニアをエレミアのもとに使わしてこう言わせた。どうか私たちのために主に尋ねてください。バビロンの王ネブカデレザルが私たちを責めています。主がかつて あらゆるくすしい見業を行われたように、私たちにも行い、彼らを私たちから離れ去らせてくださるかもしれませんから。エレミアは彼らに言った。あなた方はゼデキアにこう言いなさい。イスラエルの神、主はこうおせられる。見よ、あなた方は城壁の外からあなた方を囲んでいる、バビロンの王と、カルデア人とに向かって戦っているが、 私はあなた方の手にしている武具を取り返して、それをこの町の中に集め、私自身が伸ばした手と、強い腕と、怒りと、憤りと、激怒と思ってあなた方と戦い、この町に住む者は、人間も獣も撃ち、彼らはひどい疫病で死ぬ。その後で、主の蜜げ、私はユダの王ゼデキヤと、その家来と、その民と、 この町で疫病や剣や飢饉から逃れて生き残った者たちと、バビロンの王、ネブカデレザルの手、敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。彼は彼らを剣の歯で撃ち、彼らを惜しまず、容赦せず、哀れまない。あなたはこの民に言え、主はこう仰せられる。見よ、私はあなた方の前に、命の道と死の道を置く。 この町に留まる者は、剣と飢饉と疫病によって死ぬが、出て、あなた方を囲んでいるカデデア人に下る者は、生きて、その命は彼の分取り者となる。なぜなら私は、幸いのためにではなく、災いのためにこの町から顔を背けるからである。主の見告げこの町は、バビロンの王の手に渡され、彼はこれを火で焼くであろう。 ユダの王家のために。主の言葉を聞け、ダビデの家よ、主はこう仰せられる。朝方に正しい裁きを行い、かすめられているものを、虐いたげる者の手から救い出せ。さもないと、あなた方の悪行のために、私の生き通りが火のように燃えて焼き尽くし、消す者はいない。ああ、この谷に住む者、平地の岩よ。 あなたに言う、主の蜜げあなた方は誰が私たちのところに下って来よう。誰が私たちの住まいに入れようと言っている。私はあなた方をその行いの身に従って罰する。主の蜜げまた私はその林に火をつける。火はその周辺をことごとく焼き尽くす。